Okay, yo guys, welcome back to Keko Channel. Balik lagi dengan gue Kenny. Dan seperti biasa kita akan mainin game baru, yaitu X Mirror X. Gue gak tahu kalian udah pernah denger soal game yang satu ini atau belum. Dan ya, gue bakal coba mainin ini ya. Si X Mirror X. Dan di sini kita kayaknya mainin atas namanya si Lia, dan gue akan langsung aja enter her world. Oke. Okay. Alright, let's new game. Apa nih? Akuma no seitai ne. Rijikai ga kore o kurasu 1 hantei ni. Demo kore de kouseki o agereba storeito ni rijikai iri dekiru kamoshirenai wa. Ne, ne ettara. Ah, gomen. Sore de anata no kangae wa? Shokusetsu hanashite miyo. Jinkaku-ka no susunda kotai ni wa これが一番有効だ。まずは研究の準備をした方がいいんじゃない？主要オブジェクトとの接触は死に至る可能性があります。よろしいですね？はい、各小隊は配置につけ。こんにちは。いくつかテストしたいことがあるんだけど、協力してもらえるかな？こんな感じ？
今のは何かな？よかったら教えてくれないかな？大丈夫なら接触を続けて。ん？どうかした？人がいる。大丈夫。まだ知り合ったばかりだものね。また来るよ。収容室に入り次第全ての監視カメラと通信を停止するわ。気をつけて。何かあったら緊急通信を使って。了解。ごめんなさい。この男性の精神に影響を与える君の能力は親しくなると弱まっていくのかな？わざと誘惑してるって言いたいの？親しくないから、私がサキュバスだから。そういう意味じゃないよ。ごめんなさい、もう休みたいの。今のは何？最近物を動かせることに気づいたな。念力みたいな感じかな。どのくらい重たいものまで動かせるのかな。ナオト君、そんなに驚かないでよ。驚くに決まってるよ。リアの収容クラスにも影響する可能性がある。さっき見たでしょ、インチキレベルよ。最近研究は順調？リアは随分信頼してくれるようになったよ。それならよかったわ。どうした？何か問題でもあったのか？最近不安定な収容オブジェクトがいくつかあって、面倒だけど大丈夫よ。気にしないで。上昇。頑張って。もう記録したわ。データ以上。エネルギー出力を上げるわ。もう記録したわ。頑張って。もう記録したわ。指数上昇。頑張って。もう記録したわ。データ以上。頑張って。
う記録したわ。エネルギー出力を上げるわ。頑張って。もう記録したわ。頑張って。指数上昇。もう記録したわ。データ以上。頑張って。もう記録したわ。エネルギー出力を上げるわ。頑張って。さすがは私のエースね。臨時権限を申請します。ソロモン王の審判と心臓の使用許可を。理由は？万が一のためです。審査を前倒しに？何か懸念があるんでしょうね。審査の前倒しだけじゃなくて研究も急ぐようにって。そうか。収容コード 1-12、 今後はサキュバスと呼ぶけど、今彼女のことが頭に浮かんでいるかしら。サキュバスとのコミュニケーションはかなり順調と言える？サキュバスがあなたに友好的に接する理由は何だと思う？優れた超自然研究員であるあなたには特別な何かがあるのかしら。異常なしね。僕の S 値は51よ。ギリギリじゃないか。その銃はソロモン王の審判か。理事会は僕のことを悪魔だって。万が一のためよ。深刻にならないで。ソロモン王の審判は悪魔に関する者に対して引き金を引くとき殺傷能力を発揮する。自分でやってみれば理事会も安心するかな。万が一の時は私が責任を持って射殺する。ありがとう。ナオト、やっぱり研究は中断しましょう。誰かに引き継いでもらうから。でもやっと心を開いてくれそうなんだ。もう一度収容室に入ってうまく説明して 1-12 に勘ぐられないように。それからあなたは何も考えずに休んで。わかった。
ト君、まだいるの？視力は 2.0 あるのよ。舐めないでよね。私のこと禁止だと思ってるの？体調でも悪いの？実は任務で外に出ることになったんだ。今後は他の誰かが僕の仕事を引き継ぐと思う。もう会えないの？リア、僕が決められることじゃないんだ。それじゃあもう行くよ。緊急事態発生。1の住人を落ち着かせて、そのままセーフハウスに入って。何があった？どの収容オブジェクトが？心臓が。ナオト？リア。ナオトは友達。私なら助けてあげられる。リア、ありがとう。でも、君は…すぐに戻らないと。そうでしょ？ああ。嫌よ。こんな感じ？
ごめん、リア。いやよ、このままここにいたらどうなるか本当にわからないの？いや、妙な動きをしない限りここは安全だよ。あなたって本当にバカね。終わったわ。理事会は責任を追及しないって。リタ、ごめんなさい。サキバスに影響されてるんじゃないかと心配で、あなたには内緒で心臓を使ったの。心臓はずっと安定していた。どうして急にこんな恐ろしいことに？次元の頂上が関係しているのかも。未知の次元が私たちの次元と重なろうとしているの。理事会はとっくにそのことを認知していた。すでに世界各地で異次元の生物が出現し始めているわ。それじゃあリアは？彼女もその一人よ。そして現在捕獲されている唯一の異次元生命体。そうだったのか。ナオト、もう一度収容室に入ってサキバスの移送を手伝ってほしいの。これは理事会の希望よ。どういう意味だ？本部に着いたらサキバスを解剖することに決まったの。どうして？リアは僕たちに敵意を向けたことはないだろう。早期に詳細を調べられればより人類の自衛能力を高められる。そのために彼女を理解しようとしてきたんだ。むやみに解剖したりして何かあったらどうする？ナオト、これは全人類の安全のためなの。従って。そうよ。指数上昇。頑張って。もう記録したわ。データ以上。すごいわ。頑張って。エネルギー出力を上げるわ。もう記録したわ。
指数上昇。頑張って。すごいわ。もう記録したの？データ以上。頑張って。もう記録したわ。すごいわ。エネルギー出力を上げるわ。うん、頑張って。指数上昇。もう記録したわ。データ以上。頑張って。すごいわ。すごいわ。さすがは私のエースね。どこかに送られるの？僕は、いや、一緒に行くんだよ。もっと。クソよ。僕は、ごめん、リア。僕には何もできないんだ。僕は、どうすれば。リータ、僕たち、どうしてこうなっちゃったんだろうな。リータ、僕は。言いたいことはわかってる。でも、言わない方がいいわ。僕たちは、僕。もういい！危険すぎるわ！自分のエスチを知ってる？ロクよ！死にたいの！僕は。おっと、前線から離れましょう。自分の人生をよりよく過ごすことだけを考えて。サキバスの移送や次元の侵食のことなんて理事会に任せればいいわ。私のためだと思って。警告、警告、収容オブジェクトクラス1の住人が収容室を突破しました。繰り返します。収容オブジェクト、私たちにはもう関係ないこと。行きましょう。直ちに緊急処置を行ってください。This is the ending for, oh my god, we got the ending already, guys. Oh, wah, arti mungkin ada banyak ending ya di sini. Dan gue barusan baru aja dapet ending yang keempat. Sepertinya ada 1, 2, 3, dan mungkin ada 5, 6, atau 7 yang lain. Okay lah guys, kalau gitu berusaha untuk permainan Miro, X-Miro, dan Miro juga sampai sini dulu. Selamat menikmati ending keempat ini. Gua gak tau apakah gua lanjutkan ke next cover atau gimana. Gua bakalan lulus banget melihat apakah ada anugerah yang lain gitu ya. Dan ya udahlah, segini dulu aja. Kalau misalnya kalian suka dengan video game semacam ini, silakan tekan tombol subscribe, comment, share, dan juga like-nya. Jangan lupa juga bagikan ke teman-teman kalian kalau misalnya ada nih game yang ya lumayan lah ya, ini kayak merilis stress gitu ya.
Itu Mirror X Mirror. Dan segini dulu aja, so gue gini. I'll see you on the next video. Bye bye gamers.